はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆さんにもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの YouTube の安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。今日はね、前回の通院の時に先生に数々の許可を求めたが全滅させられた話で、論破されたお話をですね、マニアックにお話ししていきます。マニアックですけど、めっちゃ簡単にまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。論破され全滅を余儀なくされた原因ですけども、それは全て血液検査にありました。血液検査で主に異常値が高かった6項目をピックアップしました。その6項目というのが CRP、ALP、AST、ALT、ガンマ GDP、LDH です。まあ何のこっちゃわからないんですけど、まあ、血液検査の結果が出たらね、毎回必ず書類を渡されて説明を受けるんですが、僕のような素人には何のこっちゃわかりません。なので調べてみました。 CRP、C リアグディブプロテインというのがあるんですけども、それはね、体内、血液中の炎症反応の、有無を診断することができる数値です。異常値では、結核などの感染症、リウマチ熱、あと心筋梗塞かなどが考えられます。2つ目がですね、 ALP と言います。アルカリフォスファターゼ。これは肝臓や腎臓や骨など、さまざまな細胞で作られる酵素のことですね。異常値では、肝機能の低下などが考えられます。で、3、4、5をちょっと同時にいきますね。AST、ALT、ガンマ GTP ですね。AST と ALTっていうのは肝臓の細胞で作られる酵素であって、ガンマ GTP は胆管で作られる酵素で、いずれもトランスアミナーゼと呼ばれます。異常値では急性肝炎ですね。急性肝炎や脂肪肝などが考えられますね。次は LDH ですね。これはね、乳酸脱水素酵素と言いまして、細胞の中で糖をエネルギーに変えてくれる際に働く酵素の一種です。異常値では肝臓疾患が考えられます。以上の6項目であります、 CRP、ALP、AST、ALT、ガンマ GTP、LDH の数値が異常だったことが、今回の論破されて全滅した原因でした。簡単に言いますと、肝臓が悪い状態ですってことです。ということでした。ちょっと足早に説明させてもらいましたけども、お分かりいただけましたでしょうかね。こんなもんはほんまに血液検査してみないとどうなってるかわからないんでね。でも血液検査したらね、こういうのがわかるんですから、すごいですよね。ほんまにこの世界の今のね、医療ってすごいなってつくづく感じます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。